紹介いただいた野口博士でございます。野口英世でございます、うん、いやー、私もね、しばらくぶりにこの日本に来てね、一歩曲げたのは、とても久しぶりに日本に帰ってきたもんだから、一回実家の生まれた猪苗代に寄ってきたんですよ。で、今日朝出てくると思ったら、えらい地震でガタガタ揺れまして、そんで、なんか話によると、豪雨も弱だったということで、会津再生というのがストップしちゃったんですよ。どうしようかなと思ったら、なんか新幹線があるからそれに乗ったらって言われて、新幹線だけはなんか動いてたみたいなんで、それで、それになんとか乗り込んで、ここに来て間に合ったということで。Yes.